フィリブス・ウニティスは、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の戦艦、テゲトフ級戦艦の一番艦。艦名の、フィリブス・ウニティスは、ラテン語で、力を合わせての意味であり、フランツ・ヨーゼフ一世の個人モットー。当初は、テゲトフと命名される予定だった。フィリブス・ニティスは、トリエステのスタビリメントテクニコトリエスティの社で、寄港、年月日に、 浸水し1912年12月5日に収益した。オーストリア・ハンガリー帝国が第一次世界大戦で敗戦すると、オーストリア政府は艦隊の他の艦艇とともにフィリブス・ニティスをスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国に与えることを決定した。スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国は中立を宣言したため、 艦隊が連合国の手に渡るのは妨げられた。1918年10月30日、プーラに停泊していたフィブリス・ウニティスは、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国海軍に正式に移管され、クロアチア人のヤンコブ・コビッチ大佐が艦長に就いた。艦名もユーゴスラビアに改められた。だが新体制のもと活動できた機関は、わずかだった。 11月1日、フィブリス・ニティス・アラタメ・ユーゴスラビアは、イタリア海軍の人間魚雷乗員による、吸着機雷で沈められた。終戦3日前のことだった。機雷は11月1日未明に2人のイタリア人、ラファエル・パオルッチとラファエル・ロセッティにより設置された。機雷は、人間式で午前6時30分に起爆する、設定だった。二人はすぐに見張りに見つかり、関西艇に追われて、 フィブリス・ウニティスに連行された。二人はオーストリアの戦艦を攻撃したつもりでいたが、すでに中立国に遺憾されていたことを知って、爆弾を仕掛けたので、逃げるように言い始めた。艦長も乗員に退艦を命じた。設定時刻を少し過ぎた午前6時44分に水中で爆発が生じると、フィブリス・ウニティスは転覆し、艦長のブコビッチは艦と共に沈んだ。 パオルッチとロセッティは捕虜としてオーストリアの病院船に収容され、終戦後に解放された。ありがとうございます。